今日はですね、学習発表会に移ります前にですね、来年開催される年オリンピックのですね、PR に高い帽子の黄色い発表した長崎がんばら隊の隊長がんばくん、そして赤いチアリーダーが見合っているピンクの発表した長崎がんばら隊のがんばらんば隊の副隊長のがんばちゃんが、この公民館に遊びに来ておいてくれてます。じゃあお呼びいたします。がんばくん、がんばちゃん、お願いします。来年のですね、10月15日から18日の4日間、長崎県内各地で開催される年オリンピック長崎2016で、その中で島原市ではですね、弓道とサッカーが行われます。で、開催まであと349日です。60歳以上のですね、方々を中心とした健康特使の祭典になりまして、長崎県では初めての開催となります。47都道府県とですね、20の政令都市から、たくさんの選手が島原にやってきます。挨拶というおもてなしでですね、選手や関係者の皆さんをお迎えいたしましょう。当日はですね、健康づくり教室などいろいろなイベントも開催されますので、ぜひ会場へ、お越しください。よろしくお願いいたします。では、安中公民館祭りをですね、最後まで楽しんでください。この後ですね、学習発表4年生のですね、終わった後、また会場の方をですね、回ったりしますので、その時記念撮影とか握手とかですね、一応10時半まではおりますので、ぜひ一緒に楽しんでいってください。